皆さんこんにちは。2024年2月29日に結婚報告した大谷翔平さんの嫁は元バスケ選手の田中真美子さんなのではと噂になってるみたいですね。そこで今回は田中真美子さんとはどんな人なのかまとめていきたいと思います。大谷翔平さんが2024年2月29日に結婚報告した後、ネットユーザーの間では大谷翔平さんの結婚相手は誰と話題になっていました。そんな中、ニュースポスト7がアメリカの野球記者が大谷翔平さんの結婚相手の有力候補として噂になっている女性の特徴について言及。元女子バスケットボール選手の A 子さんです。小学校から運動を始め、中学からバスケを始めたという筋金入りのスポーツ女子で、身長180センチ台の名門私立大学出身。世界を舞台に活躍した経験もあり、モデルのような活動をしたこともあります。大谷選手が語ってきた好きなタイプにぴったり一致します。報じられた結婚相手の特徴と一致していることから、大谷翔平さんの結婚相手の嫁は田中真美子さんなのではと噂になっているようです。それでは早速、大谷翔平さんの結婚相手の嫁が田中真美子さんと言われる理由について見ていきましょう。まず大谷翔平さんの結婚相手の嫁が田中真美子さんと言われる理由、一つ目は元バスケ選手です。田中真美子さんは元バスケ選手として日本代表選手に選ばれる実力を持っています。2019年富士通レッドウェーブに加入、2021年日本代表候補に選出されるなど、バスケ界の前線を走ってきた選手です。大谷翔平さんの結婚相手の嫁の報道の元バスケ選手という特徴とも一致していますね。次に理由2つ目は、中学生からバスケを始めていたです。大谷翔平さんの結婚相手の嫁の特徴として、小学校から運動を始め、中学からはバスケを始めたと報じられています。小学校から運動を始め、中学からバスケを始めたという筋金入りのスポーツ女子、田中真美子さんは2歳年上の兄田中真一さんの影響から小学校空手を始めた、中学校バスケを始めたという、まさにスポーツ女子。2014年には U-17 アジアカップの日本代表にもバスケ選手として選出されていますので、田中真美子さんの特徴と一致しています。また理由3つ目は、身長180cmです。大谷翔平さんの結婚相手の嫁として噂になっている女性は身長 180cm と高身長なんだそう。田中真美子さんも身長 180cm ですので、まさに高身長という特徴が一致していますね。次に理由4つ目は、名門私立大学出身です。大谷翔平さんの結婚相手の嫁は名門私立大学出身と報じられています。田中真美子さんは名門私立大学早稲田大学出身ですので、またしても特徴が合致していますね。大学時代にはユニバーシアード日本代表として活躍していたといいます。次に理由5つ目は、世界を舞台に活躍していたです。大谷翔平さんの結婚相手の嫁は世界を舞台に活躍していたと報じられていましたね。世界を舞台に活躍した経験、田中真美子さんはバスケ選手として日本代表候補に選ばれるなど、まさに世界を舞台に活躍していた選手です。また理由6つ目は、モデル経験です。大谷翔平さんの結婚相手の嫁はモデル経験があるとのこと。モデルのような活動をしたこともあります。田中真美子さんはバスケ選手として活躍していましたが、モデル経験もあったようですので、特徴と一致していますね。次に理由7つ目は、2023年に実業団を引退です。大谷翔平さんの結婚相手の嫁は2023年に実業団を引退していたと報じられています。今シーズンをもちまして富士通レッドウェーブを退団し、現役引退することを決断しました。田中真美子さんは2023年に4年間在籍していたバスケの実業団富士通レッドウェーブを退団し、現役引退しています。田中真美子さんがバスケの現役引退した理由は、はっきりとは分かっていないみたいです。次に理由8つ目は、インスタグラムのアカウントを削除です。
大谷翔平さんの結婚相手の嫁はインスタグラムを削除したと報じられています。インスタグラムアカウントも削除しており、近況をオープンにはしていません。田中真美子さんのインスタグラムも現在削除されており、閲覧することができないため、ここまで特徴が一致するなんて、やっぱり大谷翔平さんの結婚相手の嫁は田中真美子さんと噂になっているようです。次に理由9つ目はトレーニング見学動画の女性と一致です。大谷翔平さんとトレーニング見学をしている女性の身長差や雰囲気が似ていることから、動画の女性は田中真美子さんなのではと噂になっているようですね。ちょっと身長差を比較してみましょう。大谷翔平身長193cm、田中真美子身長180cm と身長差は13cm。田中真美子さんは大谷翔平さんのトレーニング見学をしていたのではと噂になっているようです。次に理由10個目は同僚の発言です。田中真美子さんのバスケの同僚藤本愛さんがインスタストーリーに周りが幸せというニュアンスの投稿をしていたことから、田中真美子さんの結婚のことを匂わせていたのではと噂になっているようです。田中真美子さんと藤本愛さんは富士通レッドウェーブに所属する元同僚とのこと、同じチームメイトとして親交があった田中真美子さんの結婚を知っていても不思議ではありませんね。田中真美子さんが大谷翔平さんと結婚したのかどうかは分かりませんが、田中真美子さんの結婚を藤本愛さんが祝福していたという可能性はありそうです。次に理由11個目は高田真希の発言です。バスケ選手として活躍している日本代表キャプテン高田真希さんは、大谷翔平さんの結婚報道の後、一応言っときます私じゃないですよと投稿したことから、どうして高田真希さんが否定しているの、もしかして大谷翔平さんの結婚相手はバスケ選手ってことと深読みされたことから、大谷翔平さんの結婚相手の嫁はバスケ選手なのと話題になったようです。その後週刊誌が嫁の特徴として元バスケ選手と発表しているため、高田真希さんは大谷翔平さんの結婚相手を知っている可能性もあると疑問の声が投稿されていたようですよ、などなど多くの理由が挙がっており、ほぼ確定で田中真美子さんだと言われているのです。ではそんな田中真美子さんとは一体どんな方なのでしょうか。家族構成や知られざる父親の正体についてまとめていきたいと思います。田中真美子さんの家族構成は父親、母親、兄、田中真美子本人の4人家族で、田中真美子さんのお兄さんは田中真一さんと言います。田中真美子さんの兄の真一さんはプロラグビーチームのリコーブラックラムズ東京に所属するプロのラガーマンです。田中真美子さんが27歳で2歳上のお兄さんです。では気になる田中真美子さんのご両親はどんな方なのでしょうか。結論から申し上げますと、田中真美子さんのご両親、父、母の顔画像や情報は公表されておりません。しかし田中真美子180cmさんとお兄さんの新一187cmさんともに長身であることから、ご両親も長身の可能性が高そうです。またお子様2人が超一流スポーツ選手であることから、ご両親もスポーツ選手だったのではと言われているのです。また大谷選手と田中真美子さんの関係が不明なだけに、田中真美子さんの父親がプロ野球選手だったのではと言われているのです。しかし先ほども言ったように、ご両親については何も情報が出ていないので、実際のところは分かりません。しかし美男美女のご兄弟ですので、お父さんとお母さんともに素敵なお顔をされていることは間違いないと思われます。いかがだったでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。